はい、今回のこの動画では YouTube への動画のアップロード方法について解説します。まずこのように YouTube のホーム画面に進んでいただいて、こちらのアップロードをクリックしてください。で、こちらで公開、限定公開、非公開を選択してください。公開の場合は YouTube 上に公開する形になります。限定公開はURL を知っている方のみ公開するという形になります。非公開は公開しないということになります。で、こちらからアップロードするファイルを選択を選んでください。動画を選択していただいて、開くを押してください。で、最後にこちらを公開をクリックしますと、このように動画の URL が作成されて、あとはアップロードを待つのみとなります。はい、今回は以上になります。